イベント開催しますのでお楽しみください。続いてのこちらイベントは12時5分となっております。さあこの後もイグルメグルーティングは誰が来てくれるんでしょうか。ただいまの会は特技フィジックからポップコとイビビ、そしてバケツボーサイン、この3名が来てくれています。はい、こちらの3分の会もう間もなく終了となってしまいます。お写真よろしいですか。あ、後ろからありがとうございます。はい、どうぞ今のうちにお撮りください。ありがとうございます。では次の会のイベントを迫ってまいりますので、こちらで本日こちらのキグルメグルーティング終了となります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。まあ、本日はキャラクターグリーティング、こちら最後の催しです。リクエストのブースでお立ち寄りいただきありがとうございます。さあ、アニメジャパン2020の藤田さん、いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。さあ、ブースにはまた新しくゴースキャスターピンクリン君が来てくれました。さあ、どうぞお写真ご自由にお撮りください。そうですね、今見てくれたピンクリン君、大顔のところに小さなピンクリン君が見えますでしょうか。はい、こちら小さな人形ですね、ソフビピンクリン、ピンクレコードブース物販エリアで販売しております。今ヨウ君が持ってますね。ヨウ君が持っているソフビキンに物販エリアで販売してます。どうぞよろしければ、はい、どうぞよろしければお買い求めください。はい、ありがとうございます。さあ、ヨウ君がソフビキンに戻して、はい、どうぞ。お写真ありがとうございます。さあ、アニメジャパン2024最後の最後までお楽しみに、ありがとうございます。さあ、ただいまステージ上にはポップピピックのピピミちゃん、そしてポップコちゃん、タクソロサインさんにメルクダさんも来てくれました。さあ、皆さん、キングレコードブース最後のイベントキャラクターミュージングお楽しみください。さあ、それではステージ上にのキャラクターヨーク、ポーズキャラクターキンクリン、現在小屋からは詐欺のライオンが来てくれています。さあ、どうぞ最後の最後までお楽しみください。キングレコードブース最後の催し物はキャラクターグリーティングでございます。さあ、皆さん、どうぞご自由にお写真お撮りください。ジップリコのブースキャラクターミーティング開催中です。さあ、ステージ下ミーティング側では要求が自由に決めてくれています。皆さん、お写真よろしいですか。さあ、どうぞキャラクターたちが皆さんに手を振ったりポーズを決めてくれています。どうぞお写真をお撮りください。さあ、ステージ上にはポッコさんとスリミちゃんが通信したものと仲良く戯れています。はい、どうぞたくさん写真撮ってくださいね。ピンクレコードの最後のイベントはキャラクターミーティングです。さあ、ステージ上ではポップコちゃんと竹書房サインさんがまたこの会の見つめ合っている、タバコを見つめ合っている、
場のニュースをお楽しみください。